どうも皆さんこんばんは。車のねタイヤが外れるなんていうことありますか？普通はねないと思うんですけど、レッカーの人に聞いたらなんかよくあるみたいですよ。で僕も先日車乗ってましたら、マンホールを越えるたびにコト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 音がするんでね、でこれはなんかちょっと変やなと思って確認することにしたんですけども、恐ろしいことになっておりました。こちらがスズキのロアームですね。で問題の箇所がここです。これは縦に動いたらダメですけども、こんなにガッタガタです。でこんなん気づかずに放置してると、ここが根元から外れるとなると、まあそりゃタイヤ外れますよね。では早速無事修理も完了しましたので、以前ですね知り合いに教えていただいたですね、なんか楽しいらしいという場所があるのでですね、本当にそこは楽しいのかどうかを、検証しに行ってみたいと思います。迷っています。ここはどこなんでしょうか？いやもう道がね、これは普通の軽自動車で来たあかん道に来てしまいましたね。帰れんのかなこれ。ちゃんとなんかこの辺りって聞いたんですけど、絶対この辺りじゃないよねこれは。これはもうどこ。いや道が分かれています。左か右か。ものすごい傾斜。違うな。ここから先はこのようになっております。落石でね、もう走れないですよこの先は。崩落しておりますよ。何かが栽培されています。これ田んぼでもないけどね。アスファルトの上に出ることができました。街灯、よかった。